ガミガネ。はじめまして、GM ガネです。さて、ただいま、3月26日、ということは、4月1日に、なんと、年号が変わるらしいんですよ。あ、そうなん？4月1日に変わるの？はい、いやいや、年号が発表されるんですよ、新しい、はい、で、5月に変わるらしいんですけど、5月1日に変わるの？はい、年号がね。で、4月1日、ちょうど約1週間後、ということで、新しい年号を当ててみよう。おー、そうね。はい、すいません、未来から来ました、私、未来です。いや、それは証明、ま、証明するよ。年号ってあれやろ、ボケてあの昭和とか平成とか。そうそう、昭和ってね、昭和やろ。俺ら歴史的瞬間を目の当たりにする。まあ、明治、大正、昭和、平成ときまして、まあ、5つ目が何なのかということをこの1週間で考えてみましょうということです。はい、はい、僕らがこの4月1日ですから、こう僕らがこう発表して、一人ずつ発表していって、まあ、どんなになったかといいますか、それはもう皆さんが一番最初に分かる瞬間があると思いますので、僕らはガチで当てに行きます。もしこれが当たってたら皆さん革命ですよ、こちらは。そう、未来って呼んで、そういうことです。未来から来た、はい、仮未来から来たらしいんで、ということで、ぜひチャレンジ見てみましょう。いっよーよーい、どうぞガムチャンネル。さあ、ということで、平成の次に来る年号はということで、私葵が考えた次に来る年号なんだと思いますか？皆さん、逆に僕の年号を当ててください。さあ、ということで、いきます。暗号！暗号です。安室さん引退しましたよね。その安室さん忘れてほしくない。そのあーです、これです。安室さん忘れてほしくない。あの人のように輝き続けてほしい。そんな人たちに溢れてほしい。その希望だけは絶対に忘れないでほしい。この暗号来ると思います。みんなも予想してみてねー。